いつぶりでしたっけ。2018年の4月。ジャーバージャ、ジャーバージャって何から、それ以来の単独。なんか今回の単独は今までのライブと違ってコンセプトっていうか ちゃんと決まってるので、なんかいい意味でなんて言うんでしょう、いつもと違う新鮮な単独コンになるんじゃないかなって思ってて、いろんなユニットでの曲披露がたくさんあるので、そこが注目ポイントになるんじゃないかなって思いますし、 G-MATE の新しい子だったりドラフト3期生だったり新しい子も入ってきた上での単独コンは初なので、みんなのパワーを一つにして、ミーヨンがエンジンで言ってたんですけど、100人が100の力を出せば1万になるからっていうその言葉を信じて100出し切って頑張りたいですね。リハの時ってバラの T シャツっていうのはかけてるんですか。私結構形から入るタイプなんで、バラの果実やるってなった時によっしゃ今日はバラの T シャツ着てこうって思って、リアルなバラが描いてる T シャツ着ました。バラの果実、自分が初めて MV を撮った楽曲でフロントもやらせてもらった大事な曲なので、それをユーナーでできるっていうのもすごい感慨深いので、かっこよく頑張ります。一生懸命みんなでいいステージを作ろうとしてる感じがすごいやっぱりいいなって思いますね。なんかこの3日間全部目違うんですよやっぱりライブなのでちょっとね、いつもと違った感じで行こうかなって思って、私これユニット合わせなんですけど完全に、そうだからね、なんかこの衣装着た時になんか違うなって思って、まあいっかって思って、まあなんかでもまあそういうメンバーもね結構気合い入っていつもとは違うメイクとか違う髪型とかやってる子も結構多いんで、そんなところも注目ポイントの一つなのかなって思ったりしてます。菩薩キャラなんですよ、なんでダンっていう名前なのでラサツ、今日はニコニコラサツで、こちらのラサツです。ずっと呼んでますから始まります。ワクワク、あゆえをかけこけこさしすせとねちずてとなにるねのあゆえをまみむめもさ、変えたのかな、まみむめもやゆえよラリロレロあゆえをガキグゲこさし、ガキグゲこスタンバイできました。バビブメもバビブメもザジズセイとラジズセイと、本日は AKB48 単独コンサート15年目の挑戦者にご来場いただきまして誠にありがとうございます。牛してくれないんですけど、皆さん盛り上がる準備できてますか。イエーイ、ありがとうございます。今日はもう最初の最初から最後の最後まで私たちと一緒に最高のコンサートを作りましょう。それでは間もなく開演いたします。今しばらくお待ちください。以上 AKB48 ズッキーこと山内瑞希でした。ありがとうございます。お願いします。緊張して、全くさっき今日の朝とかお昼までは実感湧いてなかったんですけど、やっとついに本番が始まるので、もうなんだろう、今回 AKB48 メンバーみんなで出演させていただく機会を作っていただいたので、最高のコンサートを自分たちで作れるように頑張りたいなって思います。とにかく楽しく、とにかく楽しく全力で自分なりに最高のパフォーマンスができるように頑張ります。ラッキーズキー。